はい、どうも皆さん、こんにちは。ぎまです。じゃあ、今回はですね、タッチデザイナーを使って、簡単な VJ システムを、作ってみたいと思います。よろしくお願いします。ですね、こんな感じのやつですね。再生しましょう。ここが、左側の画面ですね。こっちが右側の画面。クリックすると、こうやって映像が変わります。左と右ですね。このバーで、右にするのか、左にするのか。映像化で切り替えることができます。ですね。こう切り替えといて、こっちに切り替えると。こっちがメインの、画面ですね。ここですね。あ、同じ手順。はい。ちょっとシンプルなんですけど、こういった感じのものをタッチデザイナーで割と簡単に作れますので、これを今回紹介していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ、これを切っていいのかな。じゃあ、タッチデザイナーを、開いてもらうと、最初こういう画面出てくると思います。で、タッチデザイナーを、これをきっかけに、使うという方もいらっしゃると思うので、簡単に、説明しますね。こういう、一個一個のものがオペレーターというものなんですけど、それをこうやって、この紐で繋いでって、で、一つの、このプログラムをこう繋いでって一つの画像だったり動画だったり、そういったものを作り上げるソフトになっています。結構簡単に作れるので、面白い、楽しく作れるんじゃないかなと思います。で、有料版と無料版とあるんですけど、無料版は、少し制限がある、解像度とかですね。制限があったりするのと、機能も少し使えない機能もあるんですけど、商用利用しなければ、ほとんど無料で使うことができますので、試してみる分にはいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、また開いてもらうと、こういう画面でできますので、これは一旦削除します。でね、削除。で、こっち側も、いらないので、ここもパスで閉じて、こんな感じで広く使います。で、右クリック、で、こっちかな。で、タブでも出てくるんですけど、どっちかで、この画面開いてください。で、さっき消しちゃったんですけど、オペレーターと呼ばれるものですね。これで、こう選んでいきます。こんな感じで。引っ張ればパッと出てきます。はい。これ色分けされてるんで、こっちの方が見やすいですね。ここのもの消したんですけど、こっちからの方が見やすいです。で、まず、ここは、コンプ、ここはですね、土台ですかね。いろんなものの土台になる部分がここに入っています。で、こっちは 2D、主に 2D の処理をするものがここに入っています。で、こっちは数値とか、あと、オーディオ、音とかですね。そういったものを扱うものがここに入っています。緑色ですね。で、このソップっていうところに、3D 処理するものが入っています。で、このソップの色付けとかするのはこのマテリアルに入っています。で、データは、データ処理するものなんですけど、これがちょっと僕はあんまり使ったことないですね。何個か使ったことがあるんですけど、ないか。これはまあ今回は使いません。データ処理するものがここですね。で、カスタ。ここはまだ何も入ってませんね。こんな感じで色分けされてます。で、今回は動画なので 2D 処理になるので、主にここの、この紫色を使っていきたいと思います。はい。じゃあ、簡単な説明はこれぐらいにして。まず動画をじゃあ、読み込みしたいので、動画を一つ、出しますね。で、動画は、ドラッグ&ドロップで入れることができるので、適当に入れてください。何でもいいですね。で、解像度が無料版であれば 1280×1280 になってますので、それ以上は多分自動的に、この1280の枠に収まるようになっているはずです。はい。じゃあ、すいません、動画ですね。1個入れます。どれがいいかな。同じような感じでいこうか。適当にじゃあ、これと、こうやって、この中に入れれば出てきますので、これで出してあげてください。
5くらいでいいかな。はい。こんな感じですね。はい。で、まあ、これ再生すれば再生されますので、ここで出てきます。はい。で、じゃあ、まあ、これをこのまま、つないで、さっきみたいな動画として使うこともできるんですけど、せっかくなので、ちょこちょこっとなんかエフェクト加えたりしていきたいと思います。機能紹介しながらですね。やっていきたいと思います。じゃあ、まずはよく使うやつ。これいきましょうね。レベルですね。はい、これつなぎます。はい、そうすると、こんな感じで一つ今、オペレーターとオペレーターが紐でつながったんですけど、この中で、例えばですね。はい、これですね。ここで、いろいろ数値をいじることができるので、これいろいろ試してください。なんか、自分に合ったものを作ってください、ここで。黒レベルをちょっと上げてみたりとか、ここを下げてみたりとか、こんな感じで、数値を変更すると、ここが変わります。で、そっか、あれこんなのちょっとな、これじゃなくて、これを使っていたので、これ使いましょうか。で、ブラックレベルをさっきはちょっと上げる。はい、こんな感じですかね。こんな感じで。ちょっと明るくする。こんな感じで少し、色を加えます。で、次は、クローマーキーを入れてる。次は、どれだ？これか。はい。これ、つなげると、こんな感じになるんですけど、これで、この、今、黒を抜いている感じですね。こんな感じで、黒を抜いてます。ここのブラックレベルがもうちょっと下がれば、もう少し、それからいいかな。こんな感じで、部分だけとかっていうのを、この、調整しながら、やることができます。もうちょっと出します。こんな感じで、黒を抜いたりすることもできます。はい。で、これをさっき、例えばこんな感じで、この中、2D のところからアドっていうものをつなぐと、加算することができます。こんな感じですね。はい。で、まあ、これで一つ完成なので、これは、見るっていうのもね、最終的に繋いでる方がいいみたいです。これは何も機能は持たないそうなんですけど、最終的にこれに繋いだ方がいいですよ、と。いろんなチュートリアルに、書いてたので、繋いでます。なんか、ここに入れるときに、途中でなんか変更するときに使いやすいみたいですね。ここに、こうやってクリックすると、また後からなんか追加したいときは、こうやって追加することができます。で消せばまあ繋がるので、最終的にはここに繋いでる方が便利ですね。はい、こんな感じです。で、次行きましょうか。じゃあ次は、こんなみたいなやつ。あ、これじゃなくてこれが分かりやすかったのかな。次は、これどれだろう。これか。かな。そうですね。これを行きます。次はこのグローをかける方法を説明していきたいと思います。ですね、ブラーをまずかけます。ブラーをね。で、数値はこれぐらいでいいんだっけ ?45。これってもうちょっと上げてますね。5。これわかりますかね？少しブラーがかかってるんですけど、これですね。こんな感じで変えることができます。大げさにこれぐらいにしておきましょうか。で、さっきも使ったんですけど、このアドですね。これ。で、上にこれを重ねると、少しこうやって、グローがかったような感じになりますね。ちょっとぼやっとしすぎてあれば、少し下げたりしてもいいです。これぐらいですね。はい、こんな感じですね。はい。で、まあ、二つ目はこれぐらいにしておきましょうか。で、ニールでまた最終的につなぎます。
で、次は、今回こっちにしよう。じゃあ、次はエッジをかけてみたいと思います。これですね。こんな感じで、かけることもできます。これも面白いですよね。で、色はここで変えれるので、こうやって変えてみるのもいいと思います。黄色とかしてもね、同じ。はい。あ、そうか。これで説明しないといけないかな。左クリックすると、こうやって画面を動かすことができます。で、これつまんでですね。で、迷子になったら H を押したら、こうやって元に戻るので、はい。で、マウスのこの真ん中のくるくるの部分で、こうやってズームしたり、これ押しながら、真ん中押しながらこうやってやってもできます。で、右クリック、いくつか選択するときは、こうやってシフト押しながら、なんかよく使いますよね、こういうの。こうやって選択してもいいんですけど、右クリックするとこうやって範囲選択することもできます。右クリックでこうですね。はい。それは最初に説明するべきでしたかね。まあいいか。クリックして、こんな感じでね、ズームでやったりすることができます。こっちで元に戻るですね。はい。じゃあ、次は、一個、エフェクトかけたので、次行きましょうか。あ、そっかそっか。じゃあ、これに、これに、あ、最終的に無理をつけていく。はい。こんな感じですね。はい。あ、フィードバックもつけてるのか。すいません。もう一個じゃあ、追加しましょうか。よく使うやつですね、これも。フィードバックと、さっきのレベルというものをつないで、そうですね。はい。で、すいません、ここに、何がいかんと、オーバーでしょうか。あー、しまった。オーバー。あー、どこだ。はい、これつないで、で、これもよく使うやつなんですけど、まあ、これ H じゃなくてもいいんですけど、こうやって何かをつないで、フィードバックにつないで、レベルにつないで、最終的にこの、あ、これはしたらいいかな。こうつなぎます。で、ここを、こうつなぎます。そうすると、この何て言うんですかね、残像を残すことができるんですね。ああ、違う、これを、ごめんなさい、これの中にこれを入れます。はい。そうすると、こうやって残像を残すことができます。負け黄色になるんですけど。で、ここのレベルの方の、ここにオパシティがあるので、これをちょっと、1じゃなくて 0.9 ぐらいにしてあげると、その残像が残ってこう消え、どんどん消えていくっていうんですか。消すのも残像でこう消してるような感じですかね。90% のスピードでこうやって消してくれます。これが、こんな感じになります。これはなんかよく使いますね。なんか、パーティクルとかこう飛ばした時に。この後を残すのとかにも使いますね。これ多分もうちょっと上げてもいけるのかな。ああ、90% ぐらいがいいか。はい、こんな感じですね。0.9 でこんな感じになります。で、これですね。はーい。じゃあ、よく使うのはこういう感じかな。レベルとクロマキーと、あと、そうですね。グローをかけて、あとフィードバックでしょ。で、なるほど。じゃあ次行きます。これじゃなくて、これで行ってみようかな。トランスフォームっていうものを一応入れておきましょうかね。はい。このトランスフォームで、大きくしたりとかっていうのがこれでできますね。画像を大きくする。回転したりとか、位置を変える。これ例えば、0.1 とか、移動させることができます。これ、1にすると、この端っこになるので、この画面では、タッチデザイナーの画面では、もう、ここが1ですね。端が1。なんで、0.5 にすると、ちょうど半分。はい、そうですね。で、上も 0.5 にすると、こんな感じになります。はい。まあ、これ、効果使わないんですけど、まあ、00。
位置を変えるときはこうトランスフォームで変えますよってことですね。で、次は、モノクロ。これもよく使うのかな、モノクロ。黒黒にするという感じですかね。こういうエフェクト系のものもこの中にいっぱい入っているので、なんかいろいろ試してみて、ここの数値変えてみると面白いと思います。はい。あ、で、ですね、ここ。この画面は、この P でこう出たり消したりもできるので、なんか広く使いたいときはこうやって見て、こうやってやってもいいですね。であともう一個、これ覚えてると便利なんですけど、こう押して、自分が変えたもの、てかもう初期設定から変えているものだけを見たいときは、ここをクリックすると、変更したものだけが出てきます。デフォルトのものから、こんなも変更しないでも何も出てこないですね。デフォルトから何も変更なし、のものは何も出てこないし、こうやって変えたものがあれば、変えた部分だけ出てきます。これすごく便利で、なんか、例えば、チュートリアル、やってて、その YouTube のところから、なんか、こう、ダウンロードしてきたもの、これ使っていいですよ、みたいなのがよく貼り付けしてくれているので、それを取って、どこをどう変えたんだろうみたいなものは、こうクリックして、で、参考にすることができます。これ便利ですね。はい。じゃあ、次はモノクロにもしたし、1、2、3、4、4つか。1、2、3、4。1個やると3、3でいける。もう1個いきましょうかね、じゃあ。2だ。2だ。ですかね。こんな感じで。こういうのをよくね、使ったりしますよね。こんな感じ。だって180度回転して、こんな感じとか、ですかね。はい、あ、ごめんなさい。これはヌルで最終的にはつなぎます。で、はい。これで、1、2、3、4、5個。して、ここですね。はーい。とりあえず4個か。1、2、3、4、5、5個作りました。で、いいのかな。あ、そっか。で、ここまでできて、で、もう一個よくやっぱ黒は使うと思うので、黒も入れておきます。黒だけですね。コンスタント。これを入れます。で、真ん中をクリックすると、今出てるこの情報出てきます。これで解像度見てあげると、1280×720 になってます。全部ですね。はい。で、これも、一応解像度合わせてあげた方が最適ですね。こんな感じ。はい。で、これは黒にします。はい、こんな感じですので、まず1回目はここで1回終わりにしたいと思います。また次回じゃあこれを全部つないで、どんどん VJ システムですね、作っていくところまでやりたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。